大人の遊びをしようじゃないか。ネバレッジ投資家い木です。本日もよろしくお願いいたします。さあ、米当局のインフレ退治、大きな痛みを伴う恐れということで、ブラックロックと、まあ、今更かという気もしますけれどもね。まあ、マスコミ、メディア、このあたりが、 まあこういうのをね大きく取り扱っていきますと、暴落局面も最終局面に移ってきてるのかなということでねま、あ,あまり気にする必要はないかなと思います、もうそんなことはね、分かってるわという話だと思うんですよね。アメリカがねリセッション入りした後と、発表されたときには株価はね大体上がってるということがありますので、今の株式っていうのがねまあそろそろ底そ根付近に到達しつつあるんじゃないかというふうに考えております。 原油価格、恐怖指数、v n a こちらの方もね、しっかりとチェックしていきたいと思います。SOXL、今日の差し値の方も、えー、公開していきます。さあ、今日も森ックスさんの内容で戦略会議、スタートです。この番組は、長期投資、資産形成ではありません。ある程度利益が乗ったところで、しっかりと理覚をしていく、お小遣いを増やしていくチャレンジ企画です。 4ターン目からは速度しか使いませんので、絶対に負けない取引を実践していきます。 SOEXL はね、危険だ、危険だと言ってる人がいるけれど、SOEXL に、ね、危険はないということを、まあ、しっかりと証明していきたいかなと思います。ただし、使い方によりますよということで、いつも通り国債の方をチェックしていきましょう。10年債利回り4%、2年債利回り4.43%ということで、ね、わずかに下落してるんですけれど、まあ、こちら10年債の方のチャートになるんですけれどね、 まあ、高止まりしている、レンジに入っているというようなね、状況でいいのかなと。えー、この、うん、10年債利回りが、ここから下に行くのか上に行くのかで、アメリカの株式マーケットも上に行くのか下に行くのかが決まるのかなと。えー、確実に、えー、国債とは子孫の関係になっておりますので、利回りが上昇すれば株価は下がる。逆に利回りがここで天井ですよとピックアウトしましょうということで下がっていけば株価は上がるというね、えー、仕組みになっております。さあ、 FRB ですよね、インフレ退治、大きな痛み伴う恐れ、ブラックロック副会長という、ね、情報の方が出てきました。内容の方を読んだんですけどね、まあ、大したことは書かれていないなということで、まあ、リセッション入りするっていうのはね、もうほぼほぼ、え昨日のブルームバーグの記事でもね、100%なんてね、もう言うようになってきました。100%ですからね、はい、そのうち、まあ、リセッション入りするので、 経済的にはね、大きな痛みを伴うと。まあ、失業率の方が、ね、上がってくるでしょうというようなね、状態ですね。ただし、いですよね。えー、まあ今、株式はね、どん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 下落していってる中でもね、それは株価だけの話であって、企業体はしっかりとね、企業努力してますよということで、Apple iPad Line ッ p 強化と M2 搭載の新型プロ登場ということでね、M2 のね、半導体を 搭載したモデルの方が出てくるということになってきます。この M2 チップっていうのはね、Apple が独自に開発しているものということになってきますので、ね、やはり技術革新、半導体、こちらの方のね、開発っていうのはね、どん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 進んでいっているということになってきます。今回出てくるのは、1年半ぶりに iPad Pro の方がアップグレードされたのと、テレビ用セット、トップボックス、Apple TV のね、4K 対応型も価格を下げて発売したと。新しいね、iPad の、まあ、レ版の方ですね、こちらが329ドルから449ドルへと、若干値段が上がっているということで、結果の本体価格も上がっていると。そして日本に入ってくるときは、今の為替っていうのがね、円安ということになってきますので、さらにね、値段の方は上昇するんじゃないかということで、怖いですね。 10インチモデルの iPad は799、12.9型は1099ドルと、まあ相変わらずとやったんですけれど、まあ日本に入ってくるときはね、円安なんで価格上がるんでしょうねえ。そして一番高いのは2399ドルということでねえ、まあかなり高額に設定されております。まあ私はもうこの値段2399出すんだったらね、MacBook を、ね、購入してしまうということに、ね、なってしまいます。 原油価格の方はね、相変わらず安定しております。83.33ということでね、まあ、しっかりと90ドルまで上がることなくね、80ドル前半にね、また戻ってきていただいているということなので、まあ、原油価格としてはね、安心していけると。安値のところでね、まあ、しっかりと踏みとどまってくれてますので、まあ、原油価格は安定していると。9月、10月、原油価格は安定しておりますので、まあ、あとは天然ガス、中古住宅価格が下がってきて、特にね、中古住宅価格が反映 されて家賃の方がぐっと下がってくるとねインフレっていうのもねかなり落ち着いてくるんじゃないかなということですね拒否指数の方ですこちらもねマイナス2.59と前日よりもね若干落ちているということで依然高ですけれども人々はね徐々に落ち着きを取り戻してきてるのかなということで拒否指数は36.11でした えー、こちらが SOXL の、ね、火曜日のチャートの方になっております。5分外しで見ております。マーケットが開いた時にね、ぐっと上昇しておりまして、まあそこがね、天井だったということで、えそこからは下落の一途。えー、ただし、ある程度そこを掘ったところで買い支えが入って、えー、まあ最終的には、ね、上昇。で、今、時間外取引なんですけれど、まだ終わってませんけれど、まあ時間外取引になってから急激に回復しているというようなね、まあ状態になってます。 こちらの方がね、SXL の冷やしの方のチャートになっておりますけれど、まあ、ここ数日間でね、底を打ってレンジに入っている模様ですよね。ここから上に行くのか下に行くのか、それは10年再利回りのレンジがね、どちらに抜けていくのかというところにね、まあ、大きく関与していくんじゃね。 大きく左右されていくんじゃない,、えー、ないのかなということで。ただね、まあ、TDC ンシャル的には1営業日、上昇トレンドの方に移っております。前日比プラス0.95ということでね、まあ相場、様子み感が出てると、ただここ上に突き抜ける下にね、えー、掘っていくという展開、何を起爆剤にして上昇していくのか、下落していくのかっていうのがね、今のところあまりね、つ、え、か、ー、めておりません。さあ、ここどうなっていくのか、まあ毎日観測していくしかないですね。 まあこちらはねインバースということで SXS S の方になっております。こちらは2営業日下落トレンドということで、昨日ね S と L で矛盾が表示しておりました。両方とも下落トレンドだったんですよね。どちらかがまあ、夢幻だろうということで観測しておりますと、インバースの方が夢幻だったということでした。さあ SXL。 水曜日の、ねまあ、マーケットの値幅ということで考えていきますと、終値、ね、ベースで7.4、そして、えー、安値の方は7.04までしか、ね、火曜日は掘らなかったということになっております。最高値の方が8.21なんで、まあ、8ドルを、ね、ベースにして、上に振ったり下に振ったり、レンジに入っていくのかなということを予測しているんですけれど、今のところそのような感じの、ね、値動きになっています。 ということで、水曜日、上に振れば8.58、下に振れば6.21のレンジの中でね、泳いでいくと思いますので、この中から差し出の方を決めていきたいと思います。 インバースの方は終値が74.27ということでしたので、上に振れば 86.15, 下に振れば62.33ということになっております。まあ、基本的にはね、じわじわと下げていくのかなという気がしますけれどね、まあレンジに入ってますんで、まあ、若干下に振ったり上に振ったりを繰り返していきながら起爆剤待ちという感じなんでしょうね。 さあ、もう私が一般にサークを買い始めてしまいましたのでね、楽天証券の方は全くね、株数は増えておりません。トータルリターンの方はマイナス57.72ということでね、まあ50%以上の下落になってますけれど、まあ全くね、こんなところはね、あくまでも参考値ということですから、SXL の値段が上がればね、ここのトータルリターンというのはどんどん解消されていきますから、まあ今はね、そんなことよりも保有数量、保有株数の方をね、まあどんどん増やしていくということで ね力を入れておいた方がいいと思います。さあアメリカのね指数の方なんですけれども水曜日住宅関係が出てきますね木曜日 フェアレデルフィアと、あとはね、いつも通り、新規失業保険申請数、中古住宅販売などが出てきますので、まあ、水木、まあ、意外とね、重要な指標の方が出てきます。ただし、なんですけれども、指数と相場は連動しないということを学習しておりますので、でまあ、この指数が出てきたから上がるとか下がるとかということはね、まあ、なさそうな感じですね。インフレがどうなっていくのかっていうのを、まあ、しっかりと把握しているために、指数の方は勉強しておくということはいいと思うんですけれどねね、この指数 数を分かかったからと、えー、上昇するか、下落するかっていうのは、ね、当たったからといってね、ねそれで株式がねどう上昇するのか、全くね分からないという、ね、本当、難しいところがここですね。 え今週は金曜日はね指数の発表はありませんので、水曜日、木曜日、今ここがね山になってくるのかなということで、き今日は指数関係はそうですよね、マーケットが開く前に発表されるものと、マーケット開いた後ぐらいね出てくるものっていうのがねまあ,ありますけれど、ガソリン関係とかはね11時半ごろですけれど、基本的にはこの住宅関係の方がが重要なのかなということがありますので、それはねマーケットオープンまでに決着はついていると。 さあ10月19日の水曜日の戦略なんですけれど、まあ、TDC ケンシャル的には1営業日上昇なんですけれど、レンジの中での上昇なので、ねまあ、あまり当てにはならないと。まあ、ここがそこを打って、そこからね反転急上昇していくのかというと、まあ、そうではないということで、SOXL の、ね、ポジションが重要ということになってきます。今、終値が7.4でした。そして水曜日、下に降ったときは6.21まで、ね、下げるという可能性がありますので、まあ、SOXL の戦略としては 7.2で待ち構えて、あとは0.5刻みでね、最安値を狙っていくということで、き、まあ、昨日も、えーまあえー、火曜日のマーケットもね、7.04まで落ちましたので、まあ、しっかりとね、えー 刺さってるということになってますんで、7.2っていうのはなんで7.2にしてるかって言いますと、SOXL52 週の最高値っていうのがね、まあ、74ドルあたりなんですよね。ということなので、まあ、手数料とかもありますんで、まあ、7.2で刺しておけばね、52週の最高値に SOXL が戻ったときに、まあ、10倍以上になるということになっておりますから、もう7.2で狙っていると。あとはもう、 安く仕込めれば仕込めるほどラッキーなので、まあ、ここから下にね、えー、差し値を入れていくということになっております。株式の下落っていうのは仕込みどころ以外の何物でもありません。前回7月5日に SOXL10.53 で仕込んだ人は1ヶ月であっという間に21ドルを超えていた倍になったというね、経緯があります。えー、そして現物でブルー型のね、え、即ルレバナンスを持っている意味っていうのを理解すべきということでね、ガチ保するにあたっては必要経費は必要ありませんということでね、必要経費がかかってこない。私たちが持ち 出しをすすするここととととはは一切ないいいいううででからっっそててて株式っていうのの必ず上がっていくもの、SO、レバナンスっていうのは世界最高の指数にレバレッジがかかっております。このレバレッジはお衣装ロスカットが発生しませんからね、世界最高の商品を持っているんだということを、ねまあ、理解すべきですよね。これに代わる商品あるんだとら持ってきてみろという話になってしまいますからね、これ以上の、えー、素晴らしい、ね、ETF、投資信託の商品っていうのはありませんからね。レバレッジ型の、ね、投資信ね。 新宅ではありませんからね、まあ、ここ世界最高のレバレッジ商品を持っているというね、自負をすべきだと思います。歴史は必ず繰り返していきます。今、株価が下がっておりますけれど、必ず上がっていきますと。暴落というのは必ず終焉が来て、稲妻が輝いて急上昇していきます。ここまで待ちましょうと。 まあ先週までの、ね、マーケットの動き、そしてビットコイン、10年差入り回りなどから、ねまあ、判断して、s x l Nasdaq、こちらの方もも、ね、レンジに入っていくんじゃないのかなという予測をしているんですけれども、えー、まあその予測通りの、ね、動きになってきているということなので、まあ、私は7.2を基準にして、まあ、しっかりとそこから、ね、下掘っていっている状態ですと、s x l を買いあさっていって、ま,あ、まずは、ね、一般にサーをすべて埋め尽くしてしまいたい。 という,ふうに思っております、えー、ただ一気に今なぜ買わないのか、それはひょっとしたらまだそこ掘るかもわからないと思っているから、まああとえー2ヶ月半ぐらいですか、今年はありますのでね、まあその今年中にしっかりと一般人サークは埋めていきたいと思います。さあ今日もね、株式が上に振るのか下に降るのか、しっかりと観察していきましょうということで、22時からライブ放送の方をかけていきます。ライブ放送のご参加お待ちしております。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。